信号無視ですよ、春日井の人、高齢者の方でした。めっちゃ怖いです。もう目の前で信号無視ですよ、歩行者歩いてるのに。信じられないですね。まあいつかね、人身事故目の前で見たんですけど、もうトラウマですよ私。またね、そんな人身事故も見たくないです。どうか皆さんも信号よく見てね、矢印気をつけてください。特にね、気をつけてください。止まれだよね、そっちね。いやいやいや、止まれですよお母さん。こわっ、俺スローダウンしなきゃぶつかってるやん。お母さん、ホンダのお母さん。全くこっちも見ないよ、なかったよ。完全に私見られてなかった。こわっ。あー、信号無視じゃないや、あの一旦停止、これ本当は待ってくださいね皆さんね。本当にああいう瞬間に多くのライダーがね犠牲になってるんで、皆さんどうか一旦停止は必ず守ってください。誰も来てないと思っても見落としてる可能性すらあるんで、必ず一旦停止をね、赤い三角ね見たら止まってください。ね、停止線手前で止まる、お願いします。